Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新評つけちゃうぞ。やってきましたはい、さいまいどということで、今回ですね、沖縄県那覇市にあります、アジトヤエクスプレデンさんに来ております。こちらですね、沖縄名産のね、黒糖を使った、カレーが楽しめるということで、今回やっていくんですけども、辛さレベルが、1からね、辛さ増しができるところで、今回ね、辛さ100番に挑戦していきたいかなと思います。こちらのね、店主の方はですね、北海道とか東北で、スープカレーの基礎を学んでね、こちらの沖縄で、このスープカレーのお店をやられているということで、ちょっとね、珍しいですよね。沖縄の黒糖を使ってるのでね、ちょっとどんな味がするのか、ちょっと非常に楽しみでございます。で、こちらはですね、沖縄県議会の中にありまして、今ね、本当にこうパーッと静まり返ってるんですけども、このね、沖縄県議会の議員さんとかもね、ここで旅に来てる、そんなお店でございます。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴーポッ。おー、来ました。こちらがココスリランカチキン、辛さ100倍ということで、はい、非常に、綺麗な見た目ですね。いただきます。さあ、ココスリランカチキン、辛さ100倍お手並み拝見ですよということで、じゃあちょっとまずスープかけます。いただきます。うわー、おいしい。辛い。ココナッツミルクがこれ入ってるんでね、若干この唐辛子と、香辛料の辛みがこうちょっとマイルドになってるんですけど、じわじわと口の中を侵食しておきます。これ美味しい。これ具材はね、パプリカ、骨付きチキン、いろいろ入ってますけど、みずみずしいな、パプリカが。お口の中潤います、で、こちらの骨付きチキン、これですね、こちらの骨付きチキン。カレーのスパイスはこのスリランカから直送でオーガニックスパイスを使っているということで、ちょっと沖縄来てね、激辛チャレンジメニューが多かったんで、ちょっと胃の中がちょっと胃が結構やられてたんですけども、このスープカレーね、たくさんのこのスパイスを使ってますからね、この胃にも優しいということで癒されますわ。はい、よかった、胃の調子を整えてくれますからね。おいしい。そしてパプリカ、最高だな、超美味しい。あのチキンは骨からほどけ落ちるぐらいドロドロで柔らかくてプリ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 チキン。
じゃあね、もう残りわずかとなって最後これ食べまして、このバトルにケリをつけたいと思います。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。アジトヤエクスプレテンさんのここスリランカチキンカレー、辛さ100番辛さレベル、ジャララララジャン辛さレベル6です。おめでとうございます。はい、6です。はい、ね、これもスリランカ直送のねオーガニックスパイスを使用しておくことで、そこにプラスカイエンペッパーの辛みを加えたところで、かつね、ちょっとねクリーミーな、ココナッツミルクと沖縄のね黒糖とウコンを加えているということで、最初のねこの口触りはこうまろやかなんですけども、その後にこうじわじわと香辛料の刺激が、口の中を刺激する、そんな一品かなと思います。まあちょっと最近はね激辛チャレンジメニューでちょっと胃がねこう荒れてるというかダメージ受けてたんでね、まあ、こういった胃に優しい香辛料を使用したねこのスープカレー、非常に癒されますね。よかった、ちょっと食癒されました。まあね、香辛料はこうねスーパーで買える漢方薬みたいなもんなんで、胃が調子が悪いよという方はねこういったこうスープカレーを、食べて、見てでもいいと思いました。で今回ねここスリランカチキン紹介させていただきましたけれども、それ以外もですねキーマカレーとかも人気みたいでですね、ぜひぜひ沖縄那覇市に来たらねこの、県議会の中にあるアジトヤエクスプレテンさんに来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後にご視聴いただきあります。この動画がよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。月刊ブログ、ツイッターとかも更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。メンさん。で